74号ではボンネットの組み立てとボンネットヒンジ、ルームミラーの取り付けをします。今回付属するパーツです。最初に1号で組み立てたボンネットに96号で組み立てたボンネットフレームをはめ込み、パーツ11のネジ4本で固定します。次にパーツ03のボンネットインシュレーターの剥離紙を少し剥がし、ボンネットの内側に剥がした部分を貼り付け、続けて貼った部分を押さえながら剥離紙を剥がしながらインシュレーターが浮かないようにしっかり貼り付けていきます。次に73号で組み立てたフロント部分にパーツ01の左側のヒンジをはめ込み、パーツ09のネジとパーツ13のワッシャーとパーツ12のナットで固定します。同様にフロント部分にパーツ02の右ヒンジをはめ込み、ネジとワッシャーとナットで固定します。次にパーツ06のミラーボディにパーツ07のアームを差し込み接着します。続けてパーツ08のミラーの剥離紙を剥がし、ミラーボディに貼り付け、表面の保護フィルムも剥がします。次にパーツ05のオーバーヘッドコンソールにルームミラーのアームを合わせ、パーツ10のネジで固定します。これで74号の作業は終了です。アシャ